調布市。調布市は東京都の多摩地域東部にある市である。東京23区に接し交通の便も良いが、古くからの寺社や武蔵野の自然も残っており、都心に近く住環境の整った住宅地である。古刹神代寺で知られ、隣接する神代植物公園は旧寺漁であった。名物として神代寺そばがあり、その歴史は古く。 江戸名所図に記載が見られる。多摩地区の東端に位置し、区部と境界を接している、隣接後市のうちの一つである。隣接する自治体は、東京都、世田谷区、狛江市、三鷹市、府中市、稲城市、小金井市、神奈川県川崎市多摩区。東京都内では、東京23区、八王子市、町田市、府中市に次5番目。 市町村では4番目に人口が多い。調布という市名の由来は、名称は昔の税金である、租庸町の町、その土地の特産物を納めるで布を納めていたことに由来する。そのため以前は、当地の他にも都内に、いくつかの調布地名があった。田園調布は、元は江原郡調布村、後の東調布町であり、小泉役物雪女の調布は、 西多摩郡調布村、現在の大梅市、長渕地区にあった、南多摩郡にあって、現在の八王子市内という説もある。調布と書いて、田作りもしくは、手作りとも読んでいた、調布市の総合文化施設の名称が、田作りなのもそれに由来する。調布市内には札、染め地など布に関わる地名が存在する。江戸時代までは、多摩川で布を晒していた記録が残っている。 玉川にさらして、作りさらさらに何ぞこの子のここだ、悲しきという万葉集の歌が、布のた天神社に残っている。玉川の甲を参照。また市内の金子、神代などの地名は、遥か昔の都来人に由来したものであると言われている。狛江なども同様。長野県下高井郡木島平村と、姉妹都市として提携している。都心との距離は約、約二十キロメートル。 地質学的に言うと、調布市は、武蔵野大地と玉川定地によって構成されており、武蔵野大地部分はさらにに分けられる。武蔵野通面と立川合面の間には、国分寺崖線が存在しており、立川合面と玉川定地の間には、府中崖線が存在している。国分寺崖線の飛行はおよそ12メートルである。地域には、旧石器時代から人類が居住していたと、 考えられている。この時期の遺跡に、野川遺跡、飛騨旧北遺跡、野水遺跡、千川遺跡、入間町城山遺跡がある。そのほとんどは、野川や千川沿いの崖線の上に存在している。地域からは特に縄文時代の大規模な遺跡が多く、見つかっている。代表的なものに、入間町城山遺跡、蛇久保遺跡、東原遺跡、原山遺跡、 飛田き遺跡など、いずれも、縄文中期がある。縄文番期の下富大石からは、国の重要文化財に指定されている、土星寺職、江戸東京建物園保管なども出土している。地域に、弥生文化が到達したのは、弥生中期後半とされる。この時期、野川や千川沿いの低湿地に小規模な水田が、出現している。集落は引き続き崖線上に築かれている。 主な遺跡として、新大寺城山遺跡、染地遺跡、入間城城山遺跡がある。地域に古墳が出現するのは5世紀中頃で、7世紀までに相当数の古墳が築造された。その大半は円墳である。代表的な古墳群は、下札古墳群、上府伝古墳群、国領南古墳群、日田急古墳群である。 現在までに確認された古墳の数は23基である。ただし、大半の古墳は、墳キューブが崩されており、石室や堀しか残っていない場合が多い。古墳時代末期になると、崖線周辺に横穴墓が築かれる例も現れる。これらは、野川沿いの新大寺付近や入間町の蟹沢に集中している、後藤坂横穴部分、上野原横穴部分、蟹沢横穴墓群。 この時期の集落も、基本的には、弥生以前と似たような場所に築かれている。代表的な集落跡として、新大寺城山遺跡、蛇久保遺跡、上毛宮遺跡、染地遺跡、日田宮遺跡、上石原遺跡がある。奈良時代には、地域は武蔵国の多摩郡に属した。現在の府中市に置かれた国府から近かったこともあり。 国府に勤務する官人の一部が地域に居住していたと考えられている。主な遺跡として、飛田急遺跡、上石原遺跡、下石原遺跡、上府田遺跡、染地遺跡などがあるが、特に上、布田遺跡や染地遺跡からはかなり高価なものと思われる装飾品が出土している。染地遺跡からは、野木丸瓦、緑柚子陶器などが出土しているので、 軍画が存在していたのではないかと考える者もいる。入間町上山遺跡からは、高大寺と書かれた土器も出土しており、この時期に仏教も地域に伝わったのではないかと考えられている。また地域に存在する新大寺の銅像釈迦如来遺像、国の重要文化財は7世紀のものである。平安時代の地域には、武蔵七島のうち、西島の狛江市、 村山島の金子市が進出していた。小前市の館は、現在の明らか学園敷地内に存在したと考えられており、平成6年の発掘では、館の周囲を取り巻く、空堀の跡と思われる遺構が見つかっている。一方、旧金子村、現在の東筒子が丘一の山頂目は、金子市の所領であったという説もあり、現在の三鷹市新川にある島屋式跡は、 金子と君密の館跡ではないかと考えられている。鎌倉時代に入ると武蔵国は、鎌倉幕府の直轄地、関東五分国に含まれた。1537年、五法上氏と対峙していた、上杉智貞が新大事情を築く。しかし智貞はこの年のうちに、五法上氏に本拠地を吸収されて敗れており、新大事情での戦闘はなかったと考えられている。 その後、地域は、中城では守る、大田康介、新緑郎、大田道館の総尊、大田大善良良御法上氏の家臣団に分け与えられた。2005年現在、夜間人口、居住者は21万5千809人であるが、市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、市内に昼間残留する人口の合計である昼間、 人口は186,275人で昼は夜の0.863倍の人口になる。夜間に比べて昼の人口は3万人近く減ることになる。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者65,616人、市外から市内へ入る通勤者は37,266人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、また学生でも、 市外から市内へ入る。通学生は9592人で市内から市外に出る。通学生1776人と学生でも、昼は市外へ流出する人数の方が多い。東京都編集、東京都の昼間人口2005平成20年発行15151 15ページ国勢調査では、年齢不詳のものが、東京都だけで16万人いる。上のグラフには、 年齢不詳のものを含め、昼夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる。調布市では、住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されていないが、河川敷を除く全域にわたって、町名と地盤を整理する方法、町名地盤整理により、住所整理が実施されている。ただし、西町では、 地盤は変更されず、旧朝時代のものが使用されている。玉川河川敷部分には、上石原、下石原、小島町、上二町、下札町、国領町、植毛級の町名が残っている。表のじが丘は、分譲住宅の最寄り駅である、金子駅をじが丘駅としたことで、地名もじが丘に変わった。本市に関わる。 公共機関及び事業について記す。調布警察署が、本市と狛江市の西を管轄している。庁舎は両師を合わせた地域の中心である、国領庁の甲州街道沿いにある。両師在住者が、運転免許証を更新する場合、有料者の場合は、世田谷区の正常署で行うことができる。東京消防庁、第8消防方面本部の調布消防署が、 調布市を管轄している。下石原に位置し、甲州街道近くにある。他に、筒子が丘、国領、神代寺に出張所がある。水道水は、河川水と井戸水の混合水である。平均17摂氏18度の水温。市外局番は、おおむね04に、市内局番は、4、武蔵野三鷹 MA である、調布局収容が、世田谷区に接する地域。 東京から須山局、成城局収容及び、狛江市に接する地域、狛江局収容では23区、狛江市と同様に03、東京 MA、緑ヶ丘の一部と、野水地区は04に、市内局番は2、武蔵野三鷹 MA となる。調布市、狛江市の全域三鷹市、世田谷区、川崎市多摩区、稲城市、府中市、小金井市、 武蔵野市の一部で受信可能。ブランド名は、ジェイコム調布、世田谷サービスエリアは、調布市、世田谷区、京王線、沿線の一部。市は、生活安全や、国民保護また、緊急対策に関する条例や規則を定め、市民の意識向上と犯罪を防止に努めている。市内では都市化、宅地化が進んでいるものの、都市農業として、農地も存在する。 かつては豊かな湧水を利用した水田工作も盛んだったが、現在は野菜や果樹を栽培する畑が中心である。生産力地,地地区や農産物直売所なども多数存在する。大償基地である都心に近く、高速道路の便もよく、昔から豊かな水に恵まれた立地を活かした食品製造業関連の企業が多い。 映画、映像関係の会社が多い市の南部は昭和10から30年代に映画の街として栄え東洋のハリウッドと呼ばれた。現在も撮影所などの事業所が活動している。近年は IT 関連企業や金融機関などのデータセンターも増えている。調布市内を走る鉄道路線は京王線、京王相模原線のみであり市内の駅はすべて 京王電鉄の駅となっている。当市は東京都のほぼ中央部に位置しており、鉄道を利用すると、調布駅から新宿駅へ14分、日中特急利用、渋谷へ15分、日中特急利用で明大前から京王院のカシラ線へ乗り換えて、急行利用で到着す。路線バスは調布駅を中心に整備されており、北口からは京王線国領駅、西調布駅、 小田急線小前駅、京王井の頭線、JR 中央線総武線吉祥寺駅、JR 中央線総武線三鷹駅、JR 中央線西武玉川線武蔵境駅、JR 中央線武蔵小金井駅、西武玉川線玉駅方面、南口からは、京王線千川駅、筒子が丘駅、飛田急駅、京王相模原線京王玉川駅、 小田急線成城学園前駅、小前駅、京王井の頭線、JR 山手線最強線、東急東横線、田園都市線、東京メトロ銀座線、半蔵門線、福都新線渋谷駅、東急田園都市線、世田谷線三件、茶屋駅、東急田園都市線、大井町線二子玉川駅方面へのバス路線が、主に発着している。このか。 駅から市内の団地などを結ぶ市内間欠路線、主要駅と公共交通空白地区を結ぶコミュニティバスなどがある。また、調布駅には成田、羽田両空港からの直通リムジンバスも発着している。調布飛行場跡地の開発に伴い、飛田急駅北口が再開発され、飛田急駅始発のバス路線が整備された。 日田急駅南口でもバスロータリーが整備され、コミュニティバスの発着が北口から南口へ変更された。また西調布駅の京城駅車課、国領駅、布田駅の地下化に伴い、駅前バスロータリーが整備された。その後も、調布駅前再開発による北口、南口のバスロータリー整備工事が進行中である。このほか、小前市と世田谷区内の小田急線。 三鷹市と武蔵野市内の JR 中央線と、京王井の頭線、稲城市の矢野口駅から、JR 南部線が利用できる。また、市内に駅はないが、西武玉川線が、市の北西、境界部をわずかにかすめている、東八道路の付近。京王電鉄の線路と、狛江通りや三鷹通りなどの道路との平面交差、踏切による、 慢性的な交通渋滞の解消を主目的とした連続立体交差化事業。施行区間は、京王線の柴崎駅西調布駅間2808メートルと相模原線の調布駅京王玉川駅間886メートルで、国領駅、布田駅、調布駅の3駅が地下化され、18カ所の踏切が解消される。事業主体は東京都、 2003年年月月にに事業認可を取得2012年8月19日に地下化が完成。地下化3駅の駅舎工事と地上線撤去工事を行い、2014年度に事業は完了した。総事業費は約1149億円で、京王電鉄、国、東京都、調布市の4社で分担した。これらと連動して、 駅前再開発や都市計画道路の整備が行われている。調布市内のバス路線は非常に多く、路線もはかなり発達している。柴崎駅を除く市内全駅にてバス路線の発着があるが、布田駅は京王バス東の出入庫系統のみで本数は少ない。路線の詳細については各駅の記事を参照。路線バスは 調布市仙川町に本社が所在する小田急バス、調布市沼田にある京王バス東、調布営業所の路線が中心を占め、コミュニティバスの運行受託もこの2社が行っている。市内に中央自動車道調布インターチェンジがあるため、高速バスの便も発達している。調布駅から羽田空港、成田空港への空港連絡バス、東京ディズニーリゾート行きの高速バスも、 定期運行されている。高速バスと空港連絡バスは、京王電鉄バスグループと、その共同運行会社の運行となっており、小田急バスグループは担当しない。また、中央道新大寺バス停下の上には、中央道新大寺バス停もある。東急バスもかつては、調布市内に路線を持っており、支部26系統が、小田急バス、狛江営業所との共同運行で、 調布駅へ乗り入れていたが、1977年に撤退して小田急バスの単独運行となった、東急バス鶴巻業所世田谷通りのバスの始まりも参照。調布市は多摩ナンバー、東京運輸支局を割り当てられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。